もこんにちは、ストームチェイサーの青木です。本日は念願だったワフちゃん来ております。はい、ワフちゃんです。どうもよろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。いやー実はね、ワフちゃんのことはもう十数年前からネットでは知ってるんですけども、はい、はい、まあ実際お会いするのは今日初めてなんですよね。あ、そうですよね。そうですよね。初めまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でまあ、当時はね、まだちょっと私もストームチェイサー成り立てというか、まだプロ宣言してない時代だったんですね。はい、でその時にやっぱり雲のいろいろ情報とかを調べていて、はい、その時にたどり着いたのがワピちゃんが運営している青空メイトだったんですよ。はい、はい、あの当時はね、結構日本語でそのストーム系の雲を解説してるサイトっていうのがほぼほぼなかったんですね。なかったですね、確かに。はい、はい、でノアのホームページとかを見ながらこうネットで、ね、翻訳をして見てたんですけども、はい、あの当時って翻訳の技術とか AI がいまいちだったので、完全にもう直訳モードになっちゃって、翻訳するとかえってわけわかんなくなるっていう状態だったんで、はい、でもとにかく日本語でやってるサイトを探そうと思って、はい、あちこち探して歩いてたらワピちゃんのところにたどり着きました。あ、はい、いやー嬉しいですね、それはね。はい、それでまあね、その時に私もちょうどホームページをやっていたので、はい、メールを出してリンクしてくださいっつってお願いして、はい、それで十数年経ってやっとこう直接お会いできたという、まあそういう感じなんですよ。いや長かったです、ここまで。長かったですね。いやこれを機によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。わ割と近いんでね。そうですよね。1時間ぐらいなんで、はい、意外に近いなと思いまして、ね、初めて場所知った時に、はい。でまあ、今日はね、いろいろちょっと聞いていきたいと思うんですけども、はい、前半ちょっとね、質問をいろいろさせていただきながら、後半は雑談形式でやっていこうと思います。はい、はい、じゃあまずはワピちゃんのこの肩書きなんですけども、はい、気象予報士で自然科学へのライターということでよろしいですよね。あ、よろしいでございます。はい、はい、でまあ最近ね、 X とかでよくね、野草とかそういった関係の写真いっぱいアップしてますけども、はい、この辺がワピちゃんのフィールドということで。あ、そうですね、大体、はい、この辺ですかね、ご足労いただいて、はい、今日はありがとうございます。いやいや、私結構普段から行動範囲が広い方でして、はい、自宅から、うん、結構、まあ、北半分に偏るんですけれども、はい、約半径に20キロぐらいはもう日常行動になってます ね、はい、でここもまあその一部、ここ今利根川の河川敷ですね、はいはい、北の外れではありますけれども、はい、いやこっちまで来ていただきたい。おいやいやいや、こちらこそ。で、まあ、ワキちゃん気象予報士なんですけども、プロフィールを見ると17歳で資格を取ったっていうことを見たんですけども、はい、きっかけってあったんですか。きっかけはですね、はい、私が小学生の頃なんですよね、うん、まあ割ともう小学校中学年高学年くらいまで資格ができたんですけれども、はい、たまたまその時にまあ、小学生なので夜寝る早いんですけれども、うん、夜その歯を磨き、うん、寝る前に歯を磨きながら、うん、夜10時からやってる某ニュース、はい、あれですね、はい、あのニュースですね、はい、あれを見てて、うん、気象予報士、最年少の気象予報士が誕生しましたよっていうのがたまたまだったんですよ、はい、目に飛び込んできて、え、そんなのが、まず気象予報士って資格があるんだっていうと、うん、最年少で年齢関係なく受験できるんだ、うん、もっと言っちゃうと、はい、これもしやったら最年少いけるんじゃないかとか、うん、そのあたりでちょっと意識し始めたっていうところですね、はい、じゃあその当時はワピちゃん最年少合格した時ですか。はい、いや実はですね、うん、一発で取れれば最年少だったんですよ。あ、じゃあその後がまだあったんですね。3回落ちましたか。あ、そうなんですね。まあ、気象予報士ってね、すごい難しいっていうイメージありますよね。そうですね。私も何度かね、はい、人に勧められたことあるんですけど、私理数系全然ダメなんで、もう諦めました、やる前に。はい、もう元々勉強できない、やらないのタイプだったんで。あら、はい、じゃあ、はい、また改めてこれからっていう。いや、ないです。もう即決で。まあね、気象予報士もね、資格取れば、まあ、ちょっと名刺の、ね、端っこの方に書いておけば、なんかこう、箔がつくかなとは思うんだけども、はい、もうちょっとね、私の場合はどちらかというと、写真撮るのがメインなんで、はい、そのストームを追いかけるのに、その余計な知識があるとね、余計にちょっと迷いが生じるんじゃないかなと思って。それね、非常にわかるんですよ、はい、迷いっていうか、うん、余計、
情報が増えれば増えるほど、そうですよ、深読みしちゃうんですよね。はい、うん、だから複数の選択肢が出た時にどっち行こうかなとか、こう迷ってる間にちょっと ね、うん、あれは本当に刻一秒ですからね。そうですよね、はい、雲って結構簡単に消えちゃいますからね。はい、うん、それもあってね、やっぱり余計な情報ってね、ない方がいいのかなっていうのはまず一つあるし、はい、まあ理数系私ダメですね。どっちかっていうと私文系の方が好きなんで。あ、意外ですね。はい、意外とね、結構あの歴史とか文系好きで、はい、もう雷に関しても科学的な方ばかりじゃなくて、はい、割とあの文化とかそっちの方からこうなんていうかな、こうアプローチしていくこと多いんですよね。あ、うん、結構ほら、あの地域地域でことわざとかあるじゃないですか。ありますね。そういったものをね、結構あの紐解いていくとやっぱり科学的に証明されてたりとか、はい、そういうのを調べていくとすっごい面白くて、はい、で元々やっぱりうちのあたりって栃木県とか茨城県の西部のあたりって、はい、あの雷神信仰のある地域なんですよ。あ、結構ね、はい、雷神社とか雷電神社とかいっぱいあって、はい、そういったものもあるので、その文化系からこうね、こうアプローチしていくといろんな面白いことがあるんですよね。確かに言われてみればそうですよね。そうなんですよね、まあ、この辺もそうですよね、やっぱりね。この辺も確かに、うん、千葉県の北部もやっぱり雷多いですからね。はい、うん、ちょうどもう突端なんでほぼまあね、通り道、そうですね、通り道かすってるような、うん、ちょうどこう茨城とこう埼玉にこう挟まれた感じになってるんで、はい、うん、そうですよね。まあ、一応ここはあの千葉県って南関東だけど、野田に関しては北関東ということで、はい、でしかも今日いるところは茨城県なんです、ね、うん、あ、そうですね、はい、ここはあの境町ですかね。はい、はい、もうね、だいぶだからね、私結局、何県民なんだか自分で分かんなくなってくるようなところにいてねじゃあぜひあの野田茨城編入ということで。あ、編入しちゃいますでもね、多分ね、千葉県側に千葉くんの鼻が低くなっちゃうんじゃないかって。千葉くんが形が変わっちゃうんだね。そう、あの黒いところ全部野田市なんで、はい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 、あれがなくなると千葉くんって形になれないですよね。ちょっとそれはまずいですね何の話だよってあとね、次にもう一つ質問をしたいんですけども、はい、これちょっと今思いついたんですけども、なんか突発的なんですけどいいですか。全然もう、あの、はい、最近、うん、来る途中でね、あの白いそばの花が咲いてたんですけど、はい、そばの花って見た目綺麗なんだけど匂いくっさいじゃないですか。臭いですね。あれ何なんですかねあれはですねなんかよくあの窓を開けて走ってると、あー、そばが咲いてんだ、綺麗だな、うわ、くっさーみたいな。匂いがちょっとね、そば、はい、まあの蜂蜜とか結構、はいはいはい、私はあんまり得意じゃないんですけれども、うん、あれはですね、はい、まあそういう匂いに寄せられる虫さんを呼んでるんですよ、うん、あ、なるほどね、はい、そういうことだったんですね。で、その虫さんに花粉を運んでもらおうとしてる、うん、なるほど、はい、はい、なんかあれすごい不臭ですよね。どっちかっていうと、ハエとかそっちの方に運ばせてる可能性はあります、ね、なんかあの三角コーナーの匂いみたいな感じですよねまあ言われてみれば確かにそうですよね、はい、夏の三角コーナーあんな匂いですよねあの肥料の匂いだとかいろいろ言いますよね、うん、はい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 いやいやいや、あともう一つ聞きたいのが、はい、普段あのワピちゃん結構雷の写真撮ってると思うんですけども、はいはいはい、大体どんなスタイルで撮影してるかっていうのは非常に興味があるんで、これお願いします、はい、それはどの辺からいきますか。その前段階、ね、その事前の段階から。わかりました、はい、ですね、私まず、うん、そのあの辺りで雷が来そうだっていうのを大体週間とか、はい、うん、あと天気図の予想天気図とかで何日後にちょっとそろそろ怪しい日があるぞっていうのを目星つけといて、うん、まずそこはねもう開けとくんですよ、はい、その辺は一緒ですよ ね、 そこはね基本ですからね、はい、仕事入れない、はい、入ってなくても仕事があることにしちゃう、うん、そうですね、あとはもう急に体調悪くなっちゃったりとかねそう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 これみんなバレちゃいますから今日仮に空いてても、はい、あの仕事入ってることにしちゃうっていうあと親戚とかこうしちゃったりねこれカットカットこれカットですねそうなんで、はい、そこ開けといて、うん、でそれでも当日にならないと結構蓋を開けてみないと分かんないから、そうなんですよね、すごい発雷確率が高めに出てても、うんうん、全然ならないこともあるじゃないですか。そうなんですよ、数字って意外とね当てにならなくて 90% でも全くならないこともあれば、はい、ゼロでもなることあるんですよ。ありますよね。だから100とゼロはないって考えた方がいいんですよね、あれね、はい、うん、だからニュースですっごく不安定不安定って騒いでた割には何もなかったとかっていうのも、うんうん、そうですよね、雨すら降らないってことありますからね、はい、うん、そういう時なんか風が出る傾向があるなと思って。ああ、なるほどね、はい、はい、だ
そういうこともあるので、うん、とにかく当日になってみないと分かんないんで、当日はもうあれですよ、あのレーダーとにらめっこして、やっぱり実際雲を見てみないとなんか安心できないですよね。はい、雲とレーダーとそうですね、にらめっこして、あ、これならこの辺だしちょっと行ってみるかって目星をつけるのはもう 2,3 時間前、場合によってはもう、そうですね、もう実際出てきてからってこともありますよね、はい、うん、あ、今だっていう時もありますよね。そうですよね、はい、こればっかりはもう本当にね、分かんないんですよ。何年やってても分かんないんで、はい、もう天気予報も当てにならなければレーダーも当てにならないしね、本当に実際雲が出てきて目で確認しないと安心できないっていうのが、まあ雷の撮影なんですよね。はい、雷雲同士が干渉し合うんだか何だか分かんないんですけれども、はい、動きも、うん、なんか不規則、そう、変なのありますよね、なんか急に曲がってきたりとかね、はい、あります、あります、あれも予測がつかないんで、そこをこう修正するために車で追いかけていくんだけども、はい、なかなか日本の道路事情ってそれがうまくいかなくてね、あ、いかないですね、だいたいもうショッピングセンターの手前で渋滞はまっちゃったりとかね、あるあるです ね、はい、なかなかもう目的地に着かないんで、はい、もうだからアメリカの道路とかね、すごい羨ましいんですよね。あ、もう信号もない一直線の道がドーッとか伸びてるんでね、はい、あそこみんなね、百何十キロ走ってるんで、ね、下手するとあの今撮ってきた動画片手でこうやって編集しながら運転してますからね。器用ですね。これはね、もう多分テレビではちょっと言えないような感じなんですけども、それはあれですよね、うん、本当にだだっ広くて人気もいないから、そうなんですよ、そういう事故の心配道が広いからできるゲートであって、もう多分それ日本でやったら田んぼに落っこちるか道具にはまるか落ちちゃうんですよ。落ちますよね、確かに、うん、この辺りはまだ追いかけやすい方かもしれないんですけど、そうですね、まあ、それでも誰ですもんね、うん、そうですよね、はい、うん、もう人なんか引いちゃったらその時点で終わりですからね、もう、あ、それは本当にもう交通事故だけは気をつけないと、はい、もう安全だけ最優先で、そうなんですよ、安全第一なんですよね、はい、はい、もう実際アメリカのストームチェイサーでも竜巻や雷で亡くなるっていうケースよりも交通事故が多いっていう話は聞きました。あ、はい、追跡中にスピード出しすぎて、はい、もうそのまま路肩に落ちちゃって死んじゃったとか、そういう話をよく聞きます、はい、改めて気を引き締めていきたいですね。そうですね、はい、はい、そうか、事故はね、はい、交通事故はね、ね、目指せゴールド免許、ね、はい、はい、え、ゴールド、まずブルーです。申し訳ない、いいいいで、まあね、あの実際雷のチェイスをしてると、はい、あのレーダーはまあかなり必需品と言っていいんですけども、はい、マキさん何使ってます？え、私はね、もう気象庁、うん、あ、気象庁オンリーです、ね、オンリーで行ってますね、はい、あとはもう空見てるんで、うん、まあそうなんですよね、実際外に出ちゃうとレーダー見るよりも雲見ながら行った方が間違いないっていうのはあるし、はい、やっぱりこれ皆さんあの勘違いしてる方も結構いるんですけど、レーダーってリアルタイムじゃないんですよね、はい、だいたい今出てるの5分10分前のやつなんで、ちょっともうこれだともうちょっと無理かなっていう感じなんですよね。5分前になったの最近ですからね。そうです、もう目の前にいますよね、5分経ったら。あ、そうそうそう、油断早いんですよ。早いですよ、意外とね、はい、原付き並みかなと思ってるともっと早いですよね。南から上がってくるタイプになっても早いから、早いですね、車で追いつかないですからね、突然目の前に現れてるとかですか、うん、あれは早い。もう皆さんこれからアウターバンドとかはね、その気をつけてくださいね。すっごい早いですから、これこそ急変ですから、ね、そう、まさにね、うん、ただアウターバンドもね、いろんなすごい現象見られるんですよ、はい、私も今まで壁雲とかテールクラウド、ロート雲、はい、みんなこれアウターバンドで見てます。あ、素晴らしいですね、はい、確かに言われてみればアウターバンドはすごいかもしれない、うん、そうなんですよね、結構あれってね、積乱雲が次々にこう誕生してくるんで、はい、それが出ては消え出ては消えってこう来るわけだから、もう本当にそこで待っては次のやつがまた来るっていう状況で、はい、一日中そこに立ってれば移動しなくても取れちゃうっていう、そのぐらいの感じなんですよね。あ、確かにそうですよね、うん、はい、動きが早いんでちょっと見逃しやすいっていうのはありますか、うん、そうですね、はい、だから基本追いかけずに、まあ、その場に留まって取るって感じになっちゃうんですけどね。そう、私も最近だんだん物草になってきて、うんうん、前は追っかけこっちから行ってたんですけれども、うん、最近は向かい打ち型になりましたよね。もうそれが一番やっぱりね、間違いないですよね。もう今ガソリンも高いしね、はい、外すと本当にね、今晩ご飯どうしようと思うんですよ。本当に、うん、だから本当向かい打つのは一番間違いないんだけども、はい、そういう時に限って車を置く場所が見つからなかったりするんですよ。あ、意外とね、はい、まあ、時間帯にもよるし、
あとまあ時期によっては農道を入っていくと農作業の車がいっぱい止まってることがあって、はい、そういう時ってのはやっぱりねその作業優先なんで、はい、そこには車止まれないからまたそこから移動していくともう雲消えちゃうとかね、あるあるですよ、ね、結構ありますよね、はい、うん、そういうのもあって、うん、あらかじめなんか事前に私なんかは、うん、あのこういう風に安全に止められる場所なんかしか、はい、うん、そうですね、私もやっぱり一緒で普段やっぱりその嵐が来ない時にロケハンしておいて、はい、東西南北一応全方向対応できるようにしてるんですけども、こう拠点を作ってますよね。そうなんですよね。この時はあそこに、うん、あそことあそこと候補になる場所、ね、そうそう、こっちから来たらあそこってもうすぐ分かるんでね、はい、うん、もうやっぱりナビなんか見ながら行ってたらね間に合わないですからね。あ、ダメですね、ね、やっぱりもうある程度その道に精通しているというか、はい、土地勘がないとやっぱり成り立たないんですよね。でナビはもう大体大通り行かせるんで、そうですね、なかなかその車止める場所も見つけにくいし、うん、あ、そうですね、あのたまにあの Google マップとか使うととんでもない道案内されたりねここかよっていうところありますよね。こんな狭い道入っていけねえよっていうね大丈夫だよ。実は私ナビを使ってないという。あ、なるほど。そう、はい、助手席に誰かこう案内してもらった時、うん、してもらう時とかに、はい、うん、その人がこうやっぱこうナビを使って言う時があるんですけど、はい、そういう時にやっぱそういうことがあるんですよ、ね、あ、ありますね、はい、はい、やっぱりあの慣れた道でやるのが一番です特にねもう夜とか不慣れな道でやると雨降ってるだけでも見づらいのにそこを飛ばしてったりなんかするの本当危ないですからね。あ、それは確かにありますね。これは危ないですから皆さん本当制限速度は守りましょう。はい、はい、あとはやっぱり慣れた道というかね。そうですね、はい、だからもう本当に初めての場所でやるっていうのはすごい危ないんですよね、はい、道路関係もやっぱ危ないしどこがやっぱり冠水するとかそういうところもね分かってないとなかなかこう移動のしようがないというかね。あ、冠水は確かに大事ですね。うん、そうですよね、はい、まあ、あのなんていうかなこのなんだっけこれアンダーパスだ、アンダーパスじゃなくてもちょっとこうちょっと低くなってるだけでも結構水たまりできちゃうんですよね。むしろ、うん、この辺りとかって、うん、アンダーパスってあんまりなくて、そうですね、それですよね、うん、それが大体道がボコボコで結構起伏が大きいんであのこうちょっと下、うん、谷みたいなところを渡るようなこと、そういう感じで行くとこが多いんですよね、はい、アンダーパスの大きい版みたいなやつがね、はい、そこにたまるんですよね、うん、やっぱ道路って結構かまぼこ状になってて両サイドが低くなってるから、はい、両サイドがどうしても水溜まっちゃって、はい、しかもその複数車線だったりなんかすると横大型が通った瞬間目の前真っ白けで何も見えなくなっちゃったりとかね、 あるあるです、それすごいありますよね、はい、なんかもうウォータースライダー状態になっちゃってねシャバババババみたいな感じでね、はい、うん、あれが意外と怖いんですよね。幹線道路だとかえってそのトラックの方もこうやって避けるわけにもいかないから、うん、そうなんですよ、そのまま行っちゃいますからね、はい、うん、あれもね本当に慣れた道じゃないと怖いし、あのブレーキ踏んじゃったらダメですよ、あれ後続車に追突されますから、そのまま惰性でバーッと行っちゃうんですからね、あれはありますね、うん、はい、